ラウイスバイテンの小翌日は現代アート鑑賞されてるけど、平野紫耀さんあなた自身が芸術やよ。こんにちは。素晴らしいコミュニティの皆さん。今回は、防具ジャパンの独占取材によって明らかになった、平野紫耀さんのパリ滞在に焦点を当てた興奮に満ちた記事をお届けします。初めて目にする美しい写真に、彼の魅力が詰まっています。一緒にこの素晴らしい冒険を探索していきましょう。 まるでパリの街角が舞台の映画のワンシーンのような、平野史洋さんの姿。彼の存在はまるでそこに住んでいるかのように、違和感なく街に溶け込み、ファッションの一部となっています。写真から伝わるその雰囲気にため息が出ること間違いなしですね。記事では、平野史洋さんが初めて訪れたというパリの美術館での様子も紹介されています。美術品とともに映る彼の姿は、まさに絵画として美しく、 芸術との対話が繰り広げられた瞬間、その独自の視点から感じる芸術の魅力に、読者は引き込まれることでしょう。パリの街中を興味津々で歩く平野志洋さんの姿勢は、記事を読む者に新しい視点を提供してくれます。独占取材の中で明かされた彼の無邪気な笑顔と一体感は、彼のファンだけでなく、新たな読者たちにも大きな感動を与えることでしょう。記事では、 平野紫耀さんがマーク・ロスコの展覧会を鑑賞した様子が描かれています。その瞬間の感動とともに、彼のコメントや思い入れが変えられており、読者には彼の内面に迫る貴重な瞬間が広がります。アーティストとしての視点から感じる平野紫耀さんの新しい一面に注目です。ゴーグジャパンの取材で明らかになった平野紫耀さんのファッションセンスにも注目です。 LV ダモフラージュジャケットやデニムブルゾンに身を包んだ彼の姿は、香港で見せる姿とは一日違い、新しい一面を見せてくれます。ファッションと文化が交わる瞬間、その魅力に触れることができます。ファンも多くの興奮したコメントを残しました。素晴らしいインタビューと写真、本当にありがとうございます。平野潮さんのコメントや、パリでの活動に触れることができ、楽しませていただきました。 これからの彼の活躍に大いに期待しています。楽しみにしておりました。いつも素敵な写真をお届けいただき、心から感謝しています。新たな表情の写真に夢が高鳴りました。紫輝くんの魅力がより多くの人に届きますように、心から願っています。これからもよろしくお願いいたします。最後に、平野志洋さんからファンへの感謝のメッセージが綴られています。彼の今後の活動に対する期待とともに、 読者には新たな展開へのワクワク感が広がります。彼の魅力を存分に味わい、これからも期待し続けるファンの皆さんに向けて、新たな一歩が始まります。素晴らしい独占取材を通じて、私たちは平野潮さんの冒険の一部になりました。彼のパリでの様子や感動を通じて、ファンとしての絆が一層深まることでしょう。これからも平野潮さんの活動に期待し、彼の魅力に引き込まれる日々が続くことでしょう。